久しぶりです。あ、どうもお久しぶりです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さんには、はい、バイオハザードリベレーションズのシナリオを担当していただいたわけなんですけども、はい、まあ、あのバイオハザードに、まあ、こういう影響を与えた、まあ、作品であるとか、まあ、そういうような、うん、まあ、佐藤さんの作品自体のでもいいんですけど、そういうのって何かありますか？リベに関してってことですか？そうですね、まずリベに関してだったらどういうのがありますか？ああ、でもやっぱり僕は本当あの海外ドラマというかすごくそういうものが好き で、ええ、でもちろん僕が今まで関わった作品の中でもカウボーイビバップとか攻殻機動隊マスタンダードンコンプレックスはそういうものに影響を受けているので、ええ、それに近いような形の部分はあのリベレーションズにもつながりはあるなと思いますけど、ただリベレーションズに関しては僕自身がやっぱ本当にバイオハザードすごく好きで、ええ、やっぱりバイオハザードっていう世界観自体に僕はもう15、6年ですか、その前から影響を受けてたので、そういう意味ではあの恩返し的な意味でもこうなんて言うんでしょうね、キャッチアンドリリース的な感じというか、僕が思っているジルさんとか、まあ、クリスさんとかそういうイメージっていうのをやっぱ自分なりには評価したいなと思ったっていうのが大きいですね。当時、うん、あの開発してる最中って、はい、そのやっぱ海外テレビドラマっていうのが、うん、まあ、テーマとして、はい、ずっと言われてたじゃないですか。言われてましたね。あの時、まあ、あのディレクターとかドームカーも一緒にずっと見てたと思うんですけど、はい、あの時何結構流行ってましたっけ、チームの中でというか。あ、でもやっぱフリンジが始まったばっかりだったので。そうですよね。そうですね、はいはいはい、でしかも女の子がやっぱリーダーというか、メインで、しかもすごくこうなんか切れる子っていうのがあったので、それはやっぱりその話はよく出ました。バイオハザード僕は本当に好きで、あの映画みたいなゲームみたいなのの走りの頃だったし、本当にその部屋暗くして怖いって言いながらやるものっていう感覚があったので、そこはすごくやっぱ影響を受けてますね、自分のものづくりの中で。これ僕聞きたかったんですけど、これはもうファンだってことは別にそんな特に公言してる時はあったかもしれないけど、別にそういうことでオファーが来たと思わなかったので、どういう経緯で今までバイオハザードってそれこそあの物語に関してもあのそれこそあの会社内でやられてましたし、こう外で、外っていうか僕自身は外で仕事をしているので、そのバイオハザードっていうお仕事を来た時にまずびっくりしたんですけど、聞きたかったんですけど、それは、なんで私だったんですかっていうこととかですね、私以外に考えてた人がいたんですかみたいな実は3人目ぐらいじゃないかな、私3人目だからみたいな感じ。いえいえいえまあ、あのきっかけは、はい、うちのプロデューサーの中で、はい、正人さんと、うん、あの知り合いだった人がいて、たまたまコミケで会った人ですね、はい、はい、でまあ、あのその人に、まあ、ちょっと相談したんですよ、うん、今回のバイオハザードリベレーションズちょっとシナリオこんな感じにしたいんだけど、うんうんうん、ゲームこんな感じなんだけど、ね、話をした時にやはりまあ海外テレビドラマ方式っていうところで、そこは最初にあったんですね。そうですね、最初にやっぱりそういうあの1話完結的な、はい、シリーズ構成にしたいなっていうところがあってですね、うんうん、そうなってくるとやはりただ単にそのシナリオをかけるだけではなくて、全体を通してシリーズ構成ができる人がいいんじゃないかと、はい、特にあれじゃないですか、1話が終わった時の引きって大事じゃないですか、はいはいはい、次を見たいクリフハングってやつですよね。そうですね、うん、っていうのができる人がいいんじゃないかと、そこ で僕の知り合いにいいシナリオライターがいるんだよ、はい、って言って紹介してもらったのが佐藤さんだったんですよ。なので1人目です。よかったで、はい、あの初めて、ね、うん、あの職場の方に、そうです ね、あの吉祥寺の事務所に来ていただいて、その時まではあのカプコンさんの方で何のタイトルかはもちろん守秘義務もあって知らなかったので、会うまで、で何だったら嬉しいかなと思って会っていて、これなんですって渡された時も本当に嬉しかったですね。これあの、まあ、前の、バージョンの時にもお話した話で繰り返しになるかもしれないんですけど、主役誰なんですかって最初に聞いたじゃないですか。あ、そうですよね、覚えてますよ、はい、でジルですって言われた時にもうちっちゃいガッツポーズを机の下でこうしましたね。ちっちゃくなかったです。あ、ちっちゃくなかったですか。結構派手に喜んでましたあの時いやだから本当に、あの正直言ってバイオハザードの中でも一番ジルが好きで、あのもし関わることができるんだったらやっぱジルを主役にしたいっていう
勝手な思い込みもあったので、それが本当に叶うんだっていうのが最初にすごく嬉しかったですね。あれなんですね、はい、佐藤さん、バイオハザード3が一番好きと。好きです、好きです、3 、はい、あの時、はい、結構その打ち合わせ2時間ぐらいだったんですけど、はい、1時間ぐらいバイオハザード3の話してましたよね。そうですね。いや本当にあの 1もちろん大好きですし、1はある意味こうエポックというか、こういうカメラ表現とか、こういう、まあ、なんて言うんでしょうね、物語を見せる方法っていうのにすごく影響を受けましたし、それがまた2で主人公変えていくというか、ザッピングしていくみたいな感じもすごく新しかったですし、であんまり間を置かずに3が出た時にどういう風にするのかなと思ったら、同じ場所を全く違うゲーム性でやるっていうこと自体にもすごく驚きましたし、で、なんつったってあのスターズが出てきて、はいはい、ネメシス、ね、ネメシスが怖くてしょうがなくて、もう逃げ回るとき逃げ回る、でも同じステージだから俺知ってると思って逃げるとそこが壊れてたりとか、あの行けなくなってたりとか、そういうこう追っかけっこっていうか鬼ごっこみたいな面白さをやっぱ3はすごい感じて、だからやっぱりまあもちろんあの3大好きっていうのは1、2があっての3っていうのはすごく大きかったですけど、でその後4も5もやってましたし、であのなんせこうやりながらそれでも主人公が毎回違うので、そうですね、うん、やっぱりジルが来るとまあもう本気でやりますよねっていう感じだったので、で特にあのまあ後半になればなるほどジルさんはいろんな人生になっていってしまう方でもあるので、あのそういう意味でどの年代をやるのかもすごく気になってたところで、であのその時にお話があったのが BSA 設立をめぐるお話にしたいっていうことを言われた時に、あこれはジルを主役にしてある意味群像劇をやる感じのことができたらすごく僕は嬉しいなと思ったんで、それをある意味提案させていただいて。ちなみに先ほど、うん、まあ、ジル20代最後の事件って言われてましたけど、はいはい、やっぱなんかそういうようなところとかで、うん、ジルを描くところでですね、なんか意識されたりとか影響を受けたところとかってあるんですか？うん、あの18からある意味洋館事件からかなり地獄のような生活を彼女がしていて、で彼女は組織に属しているけれども自分自身はちょっと浮いた存在っていうところがずっとあって、彼女に信頼できる仲間や先輩を作ってあげたかったんですよ。でやっぱ5とかをやらさせてもらった時にまあクリスたちがいる BSA っていう組織の、片鱗がちょっと見えたじゃないですか。で、まあ、実際ジルは違う加藤になっちゃってますけど、その後に出たダウンロードコンテンツの、バージョンで2人がチーム組んでるのをちょっとやらせてもらった時に、ここいっぱいやりたいみたいな感覚があって、でここをやる意味でのなんかそのある意味のこうスタートアップみたいなのを作りたかったので、まあ、あの若いジルを描けるっていう意味の嬉しさはもちろんあのベーシックにありますけど、ただそのオリジナルイレブンの彼女、かっこいい彼女っていうのも同時に描きたかったので、ジルがあのなんでしょう、プロであるっていうところを描きたかったんですよね。だからプロであるジルのかっこよさがもし出てたとしたら、すごく僕の理想のジルに近い。